登山で遭難、感染疑惑で救助隊員を隔離。先日、阿弥陀岳において、36歳の男性が登山中に滑落し、動けなくなったため、警察のヘリコプターが出動、救助いたしました。その後、治療を行っている際に、COVID-19 に感染している疑いが出たため、 救助隊員ら10人前後が自宅隔離されてしまいました。その後、COVID-19 には感染していないことが確認されましたが、この COVID-19 の感染拡大を防ぐために、登山についても自粛が要請されておりますが、その理由はこれでございます。万が一、 事故が起こった場合に、遭難した場合に、救助した皆様が感染する可能性がございますので、登山であれば関係ないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、救助隊員の皆様に感染させるというですね、事態にならないように、ぜひとも COVID-19 が収束するまでは、登山についても 自粛していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。